まず一つ、今築地で働いている方々、まあ中ぶらりんというか状況になっておられるわけですけれども、その築地で働いている方々に対して何かおっしゃりたいことがあれば一言ということと、一つ確認させていただきたいのは、当時の知事本局にいた先ほどお名前が出た前川さんという方を都議会なり、あるいは小池都知事が呼んで話を聞けば、より具体的なその交渉の経緯であるとか価格のどうなったかという経緯は分かるというふうに今石原さんはお考えだということでしょうか。そうですね、やっぱりその前川さんというのはですね、その後にもその執行役にも転向した人ですしね、その浜津君の後ですね、その交渉に携わった方ですが、その人がやっぱり一番物事に精通してるんじゃないんでしょうか。それからやっぱりその今豊洲で働いて中ぶらりになって困っている方々はね、私はやっぱりね、そのけしかけるわけじゃありませんけどね、そのなんで豊洲で自分たちを今働かせないんだというね、訴訟を起こしたらいいと思いますよ。すぐそう、何の危険もないんですから。その科学者が全部それを保証しているんですね。なんで豊洲をですね、とにかく今使わないんですか。はい、それじゃあ女性の方、あ、後ろの女性の方、はい、重いです、大丈夫ですか、はい、テレビ東京の大江と申します。土壌汚染対策で多額のお金がかかるというのが分かっていながら豊洲市場を選んだその理由をお聞きしたいんですけれども、東京都の財政が痛む、つまりは都民の税金がかなり使われてしまうというのが分かっていて、これをこう無駄遣いではないかというふうには感じられなかったのでしょうか。また今日ですね、この後百条委員会が開かれることになっていまして、今百条委員会の委員がですね、控え室でこの会見の模様を見ているということなんですけれども、その百条委員会の委員の方々にはこう今どういうことをおっしゃりたいか、また証人喚問に行ったときに必ず話したいこと、これだけは訴えたいということがあれば教えてください。百条委員会の方々はね、都議会議員ですからね、都議会には調査権があるわけです。それからですね、その東京都が拒まないとですね、東京都が持っている資料というのを、ね、提出させる権利があると思います。その要するに義務もあると思います。ですからね、私はね、その作業をしてもらいたいと思いますね。あとはその決めた際の土壌汚染対策に多額のお金がかかるにもかかわらず、なぜ豊洲に決めたのか、そこはどうでしょうか。これはとっても大事なことです。これはね、やっぱりね、その専門家がですね、とにかくそのコストでもなおですね、豊洲というものを要するにその都が購入してですね、豊洲に市場を移す必要があるという、そういう判断を複合的に考えて、その採火をしたわけでしょ、決めたわけでしょ。私はやっぱりそれについて口挟む余地はありませんし、専門性もありませんし、専門家がですね、要するに専門分野の、なんていうんでしょう、科学者も含めてですね、審議し尽くした上で決めたことですからね、これはやっぱり部下は信用せざるを得ないんじゃないでしょうか。その要するに価格についても審議会をちゃんとやってるわけですからね、その投資は出てるはずです。それじゃあ、女性、はい、テレビ朝日の竹内と申します。当時知事時代に例えば銀行税ですとか多くの都政の課題も抱えていらっしゃったと思います。この豊洲移転の問題はどれほど重要な課題と考えていらっしゃったのか、優先順位はどれほど高かったのか教えていただきたいと思います。浜渦元副知事や大谷元市場長は当時知事の関心が低かったというふうにお話をされているんですけれども、それに対して反論はあるでしょうか。いや、それはね、優先順位ってのは何をもって基準ですか、非常に難しい問題ですけどね、私にとっての当初の問題ってのはやっぱり財政を再建することでした。それからやっぱり他の問題もいろいろありました。大気汚染の問題もありましたしですね、だから何をもってその行政の要するに案件としてそのプライオリティをつけるかということは、これやっぱりそんなものが多すぎてそんなに言えることじゃないと思いますよ。ただやっぱりね、豊洲というものの移転はね、
まあ、市場っていうのはやっぱりとってもね、都民のね、その台所に合わせ、あの、賄うための大事な機能ですからね。これはやっぱりその、鈴木さんの頃からもね、築地の限界を考えてですね、ずっと流れとして、とにかくどっかに新しい市場を作ろうというあれがあったんじゃないでしょうか。で、結局豊洲というものをそのあえて選んだという、そのいきさつはですね、専門家が要するに専門性を駆使して、多角的に決めたことであってですね、私自身がそれに関与するその余地もないし能力もありませんし知見もありませんから、それで決めたことを私はですね受け入れたということです。ただ記憶がこう曖昧な部分が多いですとか、そういったことに関してやはりこう関心が、まあ、他のことに移ってしまっていたのか、そういったこともあるのではないかと思うんですけれども。いや、物事に曖昧なことっていろいろあるでしょうけど、それをやっぱり審査するのがですね、つかさつかさのね、お役人の仕事じゃないんでしょうか、委員会の仕事じゃないんでしょうか。しかもそれをですね、議会もやっぱり審査するわけですからね。はい、それじゃあ、はい、